バルター・ゲリッケはドイツの軍人。第二次世界大戦ではドイツ国防軍空軍の高下両兵部隊を率い、戦後はドイツ連邦軍陸軍に参加した。最終階級は大佐・少将。1907年、ガンダースハイム・ビルターラーへに生まれる。1929年には警察官となり、1935年まで務めた。 1935年8月31日に警察中尉として退職し、その1ヶ月後に新設された空軍へ中尉として入隊した。当初はゲーリング将軍連隊に配属された。第二次世界大戦勃発時には、第7航空師団第1高架量兵連隊第4、中隊の中隊長を務めていた。以後、バルターゲリック家は高海量兵将校として各地を転戦し、 クレタ島の戦い、アンツヨの戦い、モンテカッシーノの戦いなどに参加した。対戦末期、オランダイコール北ドイツ戦線にて、第21高下両兵士団の指揮官となる。同士団は、完全に編成されないまま戦線に投入されていた。1945年5月8日、敗戦を迎えるとともに、オルデンブルク・ファーレルにて、イギリス軍に投降し、捕虜となる。その後、 イギリス占領区域にて、イギリス軍の下で、いくつかの仕事を行い、民間人としての身分保障を受けた。1946年11月9日には、釈放されたものの、イギリス当局の支援を拒み、イギリス占領区域には戻らなかった。1947年6月、アメリカ占領区域のアルスフェルトへの移住許可を得る。アルスフェルトには戦中に、 シュテンダールから避難していた彼の妻と二人の子供が住んでいた。移住後は繊維工場で働いた。1952年、市議会議員に選出される。1956年、陸軍大佐としてドイツ連邦軍に復帰。彼は空挺、空輸学校の設立にも関わった。1961年9月12日、順将に昇進。 1962年10月1日、第一空挺師団長に就任。1963年9月25日、少々に昇進。ありがとうございます。